ザ・コーデッツはアメリカ合衆国ウィスコンシン州、シボイガン出身のフォークソンググループである。女性4人のカルテットで、もともとはフォークソングを専門とし、アカペラで歌っていた。初期はコロンビアレコードにてアルバムを数枚作成し、後にケーデンスレコードに移籍した。バーバーショップスタイルの無伴奏4世合唱の時代と、 ロックンロールの時代をつなぐ重要な役割を果たしたと言われている。最初の大ヒットは1954年のミスター・ザントマンで、その次は1958年のロリポップである。1955年後半から1960年代前半まで米国でチャート入りし続けた。1961年にメンバーの結婚などのため解散した。グループは 1946年に、シボイガンで結成された。グループ初期のメンバーは、ジャネット・エーテルとキャロル・ブッシュマン、ドロシー・シュワルツ、ジニー・オズボーンである。その後、1952年に、ドロシー・シュワルツの後任として、リン・エバンズがメンバーになり、1953年には、ジニー・オズボーンが妊娠したため、マージニーダムが代理を務めた。また、ナンシー・オーバートンも後に、 グループに入ったメンバーである。当初はザ・ウィーバーズのスタイルでフォークソングを歌っていたが、後にバーバーショップスタイルに変わった。これにはオズボンの父の影響である。ありがとうございます。